今日はですね、久々に、英会話を復活しようと思ってて、ヨーロッパでずっと多分英語を話してたんですよ、自分は。例えば練習前、練習後、チームメイツとずっと英語で、いろんな話してたし、例えば契約の話、社長とか、監督とかと、自分の状況だったり、いろんな話を、じゃあ実際1ヶ月ちょっとヨーロッパ行ってどんぐらい自分の英語が伸びたのか、ここってすごい気になってるところでも多分あるんで、自分もで自分の英語力がどんぐらい上がったのかっていうのを今から英会話で実証していきたいと思います。はい、英会話の、DMM 英会話を自分はしてるんですけど、こんな感じになっていて、予約して、でそうです、今日の予約はもうしていて、5月29日土曜日の10時から10時25分、約25分間英会話なんですけども、ページに貼りたいと思います。こんな感じになります。で、実際デイリーニュースつって英語のいろいろニュースが、いろんな楽器が結婚したとかあるんですけども、今日自分がやろうと思ってるのは、日本の経済が5.1% 縮小したっていう話なんですけど、まずこうやってここの単語を予習して、でその後にこの文を自分で確認して、まずこの文が分かんなかったらもう話にならなくて、でまずここも自分で勉強して、10個の質問があって、これについて先生とディスカッションするんですよ。日本のエコノミーで一番その影響を受けているものは何ですかとか、こういうのについて話し合っていきます。こうやって英会話、この英語力を測ったり、英語のスピーキング力をつけるんですけども、すごいこれはこの自分のことを表現したり、伝える部分ではすごいいいレッスンになると思うんで、ちょっとこれをやっていきたいと思います。Hello, good evening. Hi, good evening. My name is Teacher Care, and I'm going to be your online teacher for. Okay, nice to meet you, Care. Nice to meet you too. Can I call you Toshi-san? Is it okay? Yeah, please call me Toshi. Well, how about let's try to have a short introduction of ourselves? Is that okay? Okay, please. I graduated from my bachelor's degree. Because you have two children, right? Yeah, actually, to be honest, I have a permanent job. I'm a government worker as well. I started studying TOEIC subject in order to grow my English skills. Yeah, I came back in Japan. So currently, I'm doing quarantine. So you're in quarantine now. Yeah. So it's Japan's economy shrinks 5.1% due to pandemic. Yeah, GDP.The country's GDP started to grow in the costs for the project are expected to surpass Japan's GDP drop over the last fiscal year. Okay. Do you have any questions, Toshi-san? What are your thoughts on the findings of this report, Toshi-san? Yeah. You didn't get the vaccine? Yeah, I didn't get vaccine because I am not. Yeah. So this is a concern.For us. And take care. Bye. Yes, thank you. Have a good night. とで、久々の1ヶ月ぶり、1ヶ月半ぶりぐらいの英会話終了しました。一つ思うのが、やっぱりヨーロッパで、めちゃくちゃ喋ってたんですよ。もちろん契約の話もしたんですけども、全然正確でもないし、発音とかも良くないけれども、どんどんスラスラ言葉が出るようになったんで、やっぱり日本でいくらトイックとか書く勉強してたりとか、高校受験のような勉強しても話せないなっていうのはすごい分かったし、やっぱり本当に英語話したいんだったらアメリカとか、やっぱもう海外行っちゃうのが、本当に話す環境を作るっていうのがやっぱ一番大事なんだなって思いましたね。今回の YouTube 終わりたいと思います。あと1週間毎日投稿続けようと思うんで、ぜひよろしくお願いします。